石澤盛を、日本の内務官僚。京都府副知事。東京帝国大学法学部卒業。内務省役人として、京都に赴任。鹿児島に転勤後、荷川虎造京都府知事の要請で、京都に呼び戻され、京都府副知事として、荷川不正7期のうち3期を支え、赤字財政を立て直した。夫人の石澤千恵子は、初代、岡田春夫の娘。 実刑は二代目、岡田春夫。実定は、岡田明、岡田豊。石澤森夫亡き後も、石澤千恵子は保護士や、厚生保護女性会長、名誉会長として、修正活躍。1.2、2, 2.、荷川虎像のリーダーシップの最後の項目。荷川虎像は、石澤森夫について、以下のように、財政再建で大きな役割を果たしたと回想している。 財政問題は蜷川がやったような顔をしていますけど、みんな石澤くんのおかげですを、知事公室長、企画管理部長に任命するように徴用した。京都府職員労働組合の元委員長、大江港によると、蜷川さんは小川三次の他にも、元内務省の官僚で財務の専門家だった人物を副知事に据えるなど、旧来の官僚機構にいた有能な人材をうまく投用して、 長期政権の礎を築いていったんです。ニナガートゾウは石沢盛雄について以下のように財政再建で大きな役割を果たしたと回想している。不財政の立て直しをどうするか私の理屈をよく具体化してやってくれました。自治庁の廊下を泣き声出して走っていたという話が残ってるぐらいよく自治庁へ出かけました。非常に忠実な仕事ぶりでしたよ。 財政問題は皆川がやったような顔をしてますけど、みんな石沢くんのおかげです。ウィキペディア、京都府知事目次より、三京都府副知事参照。ありがとうございます。